皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。実は、弊社の方でですね、横田修林 .com というブログの中で毎日いろんなことを書いてるんですが、本日書いたブログ記事を、ポッドキャストの方でも紹介したいと思うんですが、ユーザーローカルっていう会社がですね、提供している テキストマイニングツールっていうのがあるんですが、このツールがですね、今喋ってる音声っていうものを人工知能によってですね、自動で音声認識して、そしてそれをですね、文字に起こすっていうツールをですね、発表したんですね。でそれについて実際にこんなことができるよっていうのを動画で説明してますので、 詳しくはそちらの方をね、ご覧いただいた方が早いと思うんですけど、こんなこともできるようになりました。まあ今まで、例えば Google のですね、サービスの中でもできるし、Apple の方でもそのマイクを押してですね、で、音声認識して文字起こしするってこともできるんですが、ぜひね、あの今までのツールと比較していただきたいのは、かなり今回のものっていうのは、あの、文字認識技術が高くて、 しかも、あの、日本が、日本の会社なので、その日本語のね、部分の、え、精度が高いんですね。だいたいあの、アマゾンとかグーグルっていうのは、英語でまず文字認識をやったものに対して、日本語対応するっていう順番になってるんですが、ユーザーローカルさんの場合は日本の会社なので、その辺がですね、多分日本語としてのね、認識率が高いんじゃないかなと思います。え、ぜひね、使ってみてください。これがあるとですね、 例えば、会議をする時の、今まで議事録っていうのを取ってたのが、議事録を取らなくても、これをずっと起動しとくとですね、ずっと音声をですね、文字起こしっていうこともできるし、例えば何かインタビューした内容をですね、IC レコーダーか何かで取って、文字起こししなきゃいけないっていうのも、これ結構苦痛なんですよね。再生と、 停止、再生停止を繰り返したり、巻き戻しを繰り返しながらやないと、なかなか文字起こしでてできないんですが、この辺のもですね、このツールを使って、まあ聞かせておくとですね、自動で文字起こしをしていくので、まあそのね、再生している時間はかかっちゃいますけど、かなり面白いツールができました。ぜひね、皆さんも使ってみていただければと思います。これあの、使えば使うほどですね、 またそのデータをもとにですね、ディープラーニングによって学習してもっと賢くなっていくっていうのが、まあ、人工知能の常ですので、あの、ぜひね、あの、僕だけ使っててもですね、えー、進化しないので、ぜひ皆さんも一緒に協力していただければなっていうふうに思います。はい、えー、今日はですね、ユーザーローカルさんのテキストマイニングツールっていうのを紹介しました。えー、詳しくはね、横田たしゅうりん .com のブログ見ていただくか、ユーザーローカルさんのホームページの方に載っていますので、えー、ぜひね、使ってみてください。 ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。